はい、どうも、ラグナロクのイリュウと申します。はい、今回もクララ授業やっていきましょう。今さっきね、基本的チャレンジクエスト、クリアしまして、そして、こちらですね。こちらをやっていきたいと思います。こちらの、チャレンジですね。いよいよ練習戦からチャレンジに、本番ですね。に差し掛かってきました。まあ、全部、勝てるかわかんないですが、いけるところまでやっていきたいと思います。はい。いやー難しい。これさっき練習戦の時に当たったんですけども、これはさっき負けたんですよね。なかなかこう難しいデッキとなっております。これは。やっぱその自分の使ってないデッキだと。結構不慣れな面も多いですよね。難しいもんです。いやー、これ、ここで使ってもあんまり意味ないけど、一応、使っておきましょう。ちょっと厳しいか。足止めして。さあ、もう一回同じ形で。なるほど。ちょっとスケルトンいなくなってから攻撃仕掛けたいですね。今ですね。あ、でもアイスゴーレムを盾にした方が良かったですね。ちょっと失敗しましたね。よし、OKOKOK。相手の方にいい感じで響いてますね。さあ、どうだ？これ、ちょっとやばいんじゃないでしょうか。いやー、これちょっとやばいですね。一発入りますね。いやー、きつい。取り返していくしかありません。さあ、ここ、ちゃんとほぐにね、ターゲット倒して、進めていきます。はい、OK。OK、OK、OK。いやー、怖い。相手もなかなか強い。テスラ立てときましょうかね。はい、来ました。ここでファイアーボールでも使っときま、あー、ガーゴイルに当たれ。あー、当たんないか。ガーゴイルに当たっていれば、まあ、結構強かったんですけれども。さあ、いけ。どうだ。なんとか抑えれるか。抑えられないか、これは。あ、ちょっと出すところが悪かったですね。これまずいですね。まずいです。まずいですよ。これは。かなりまずいですね。いやー、やばい。終わりましたかね。終わりました。終わりました、ね。もうホグ出して、なんとかやるしかないですね。どうでしょうか。いやグッドゲームと。ファイアボールはもう使いまくって1個タワー取っていった方が良かったですね、今の試合は。いやー難しい。結構相打ちで終わったりだとかも多くてですね、結構難しいデッキです。お、これは先ほどの相手のデッキですね。だいたいわかるようになってきましたが。うわぁ、ユーノ、さらにユーノがいる。これ結構きついですね。いやーきつい。厳しいですね。相手ペッカとか。相手のデッキ多分、GPP ですね。チャイにプリンスとダークプリンス、そして今工場バーバリアンが入ってたんで、多分そうですね。なかなか厳しいですね。今のライトニングで対応した方が、ああ、でもダークプリンスには効果がないですが、おっと、相手なんか
全然対応できてませんね。これは勝ったの。勝ちましたね、これ。さすがに。オッケー、オッケーですよね。さすがにオッケーですよね。いけ！マジか。まあ、嫌な雨で一発なんで、こっから防衛さえできれば勝ちですね。危ねえ。危ねえ。マジ危ねえ。危ない危ない。本当に危ない。危ないよ。おぉ、ちょっと911っていうのは演技が良くないです。うーわ、きつい。ライフで受ける。よし。よし、オッケー。最低限。最低限というか、なんて言うんでしたっけ。最小限ですね。最小限に抑えられました。いや、絶対来ますよね。左。来ない。来ませんね、左。墓石でも立てときましょうか。おっと、やばい。これはまずい。取られる。あー、取られた。これはまずいですよ。かなりまずいです。いや、やばいですね、これ。取り返さなきゃ終わります。ちょっと左はいつ取られてもおかしくないんで、さすがに。いやー、これはまずいですよ。取れないと。取れ。あー、やばいか。ちょっとやばいです。おし、よ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 し。危ねえ。なんとか取れましたね。これは勝ったんじゃないでしょうか。最後に煽っていきましょう。はい。ゲットゲームと。さあ、次の試合。どんどん行きましょう。あ、ごめんなさい。さあ、どんどん行きましょう。なるほど。なかなか厳しい戦いですね。ゴーレムに対応できるカードあるのでしょうか、このデッキ。心配ですね、これは。これ心配な敵ですが、どうでしょうね、これ。かなり、あー、ちょっとゴーレム待ちとここ見たかったけど、無理でしたね。いや、厳しい、本当に。よし、なんとか生き残って、ここで対応して OK。いや、厳しいな。主力となるカードがないですね。高回転でやるしかないですね。ナイトを中心で高回転。これ目指してやっていくしかないですね。はい。いやだ、ネクロ。これも入ると痛いんですよね。いや、結構入ってますね。ちょっと厳しい。よし。ああ、よしじゃない。よしじゃないけど、まあ、OK でしょう。かなりまずい。対応しようがありませんね、これ。どうやって対応しましょう。勝てない説がちょっとありますけれど、結構きついですよ、これ。ちょっと無視して、あれを無視して、仕掛けていくしかないですね。高回転で、もうどんどん攻めましょうか。稼いでいくしかないですね、僕は。こうして。こうしても稼いでいくしかないです。はい。こうして。こうしてね。よし、OK。こうやって戦うんでしょうかね、もしかして。何かこう見つけられた気がしますね、戦い方は。はい。うわ、マジか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 。さすがに見るか。ちょっと相手今、あれ使ったんでね。攻めていきたいと。おーっと、ちょっと失敗でしたね。まあ、形勢を立て直していきましょう、うまく。
はい、高回転でグリーンバレルを回していって、さらにトルネードで戻してまとめてローリングウッドで消しながらも後ろのゴーグリーンも勝利と。さあどうなるでしょう。ちょっと厳しいか。いや厳しいですね、はい、だいぶ厳しいですよこれは。あーミスったし、あーミスったし、ミスったし、ミスったし。ちょっとゴーレムね、多分仕掛けてくると思うんですよね、相手。やっぱ仕掛けてきました。音忘れていた。対応忘れていた。トルネードで、まとめて、まとめて、消して、凍らせて、破滅させて、よし、OK、なんとか対応を。よし、オッケー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 。で、ここで、もう攻めるしかない、ここは。なんとか攻めて押し切りたい。よっしゃ、よっしゃ、よし、よし。危ねえ。いやー、今のはちょっとね、見せるプレイができたんじゃないかなと思います。はい。いや、今のは嬉しいですね。いや、本当に、やっぱ、不慣れって本当怖いですね。まあ、慣れないデッキにも慣れさせようというのが、まあ、このデッキの、あ、このチャレンジの、まあ、試みではあると思うんですけども。やるなと。さすが、煽って落ちておりますね。ダークプリンセス、ダークプリンスに、工場バーブレインを合わせて、一気に攻めていきましょう。あ、ザップじゃない、ファイアーボールを打とうと思っていたんだが、ちょっとミス。ありましたね、これは。見せました。いやー、今ファイヤーボールを打とうと思ったんですが、アイスゴーレムで稼いで、破裂ダメージで稼いで、よし、 OKOK、 よし、 OK。 ここはファイボーですね。まあこれにファイボーを使うためとして取っといたって考えれば、まあ今のは得かもしれませんね。だいぶエリクサーを取ることができたと思います。ザップ、それでもダメージは入るんですけどね。うん、まあそうくるでしょうね。まあ、覚悟はしておりましたが仕方ないです。少しでもダメージをね、入れてもらえればと思います。あ、これやばい。これやばいですね。取られました。いや、厳しい。ちょっと油断しましたね。ここはザップでなんとかするしかないですが。それでも厳しい。しっかりと形勢立て直していきましょうね。ここは。そしてファイアーボールの準備も必要ですね。はい。ファイアーボール準備してないとちょっとやばいかもしれないですね。はい、オッケー。ファイアーボールの形というか準備できたんで、ここで。はい、オッケー。完璧。ザップ1を打って、オッケー刺して、これはもう、ファイアボールで取れる圏内なんで、右無視で左完全防衛で、守っていきます。あ、そっちか。ちょっと何落ちてるか分かんないんですけど、混雑しすぎて攻めれてます。ちゃんと大丈夫ですかね。あー、終わった。え、あーす、完全にミスりましたね。はい。まあ、クララはやってるとこういうことも多いです。はい。まあ、今の完全に自分の不注意です。別にクララはよくやってるとなるとか、そういうわけは、
まあやめて。はい。完全に今のは不注意ですね。2回負けましたね。というか、先ほど勝っていたとしても、先ほどタワー落としていたとしても、おそらく、角出し三重士で負けていましたね。そして、このデッキ。このデッキが先に言っていた、チャイプリプリですね。いや、厳しい。ちょっと一旦冷静になりましょう。一旦冷静にならないと、ここは負けます。ここを最後、勝ちたいですね。3勝2敗で終わりたいですね。まあ、まだ3勝で終わるわけではないんですが、このチャレンジ。まあ、動画時間的にね、終わる可能性も十分にあり得るので。させてからのプリンスでしっかりと、倒して倒せますかね、ちゃんと OK です。さあ、こっから、自分を整えてね、しっかりと冷静に行きましょう。OK です。OK かはちょっとわかんないですけど。どうなってるんですか？状況がちょっと見えないんですけど。ユニット多いんですよね。こういう状況になると。よし、OK、間に合って。間に合わせて、ここで対応して、OK、対応していって、で、ゴブリンで、ゴブリンダメか。いや、相手も強いですね。ちょっと逆に出しちゃいましたね。これちょっとまずいかもしれないです。しっかり守んないと死にますね。はい、これは死にますよ。普通に死にます。覚悟しなきゃ死にます。危ねえ。プリンスが助けてくれましたね。何をしている、ミスった。オッケー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 。いや、相手インフェルノあるの厳しいですね。これが何よりの影ですね。試合のこれがきつい。入れ、よしよし。やばい。やはりこれが来た。これは終わりましたね、おそらく。いやー、まあ容量的な問題とプレイスキルですね、その場に対応するスキルがちょっと足りませんでした。それで最後、宝箱を引いて終わりにしたいと思います。ゴールド、矢の雨。じゃあ、アイスゴーレムと収穫は弱いですね。まあ、一試合ね、見せれるプレイがあったんで、まあ、それは良かったですね。はい。今回ちょっと悔しい結果に終わりましたが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。高評価、チャンネル登録ね。面白かったら、
ぜひお願いします。そして、感想やアドバイス、やってほしいゲーム、コメント欄に書いて、ぜひ気軽にね、書いてください。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。